ねえ、ニトリさんに話があったんでしょ？私が代わりに聞くから教えて。後で私から伝えるわ。こんな時だけど、何か手助けできるかもしれないわ。僕の勘違いだとは思うんだけど、記憶が少しずつ消えてる気がするんだ。記憶が？うん、消えた記憶だから、どんな記憶かもわからない、そもそも消えてるのかもわからないんだ。それじゃあ消えてるのかどうか、証明しようがないわね。ニトリさんが言ってたわよ、記憶を所持できる上限があると。あなたは他の人よりたくさん所持できると思うけど、もしかしたら、その上限が超えちゃったのかもよ。それで、その、古い方の記憶が消えちゃったとか、上書きされちゃったとか。僕もそう思ったんだ。だからニトリさんにデータを見せてもらって、僕の記憶と照らし合わせようかなって。僕だけじゃない、みんなの記憶も変わってるかもしれない。だけどニトリさんのデータなら消えることはないし。それに、僕は平行世界の記憶もある、ものすごい量と時間だけど、確認しなきゃまずいと思うんだ。そうね、たとえ間違いだったとしても、もしかしたら、また能力の暴走とも考えられるし。それはすぐに伝えるわ、任せなさい。それと、僕のことじゃないんだけど、大妖精さんが言ってたんだけど、思考神側で何か問題が起きてるみたい。大妖精さんも状況によっては、幻想郷を離れなければ。ただ、本人の口から言うべきことだと思うし、本人もまだ悩んでることだから。ニトリさんやゆかりさんにだけ、内緒で伝えておいてほしい。わかったわ、任せなさい。くそ、ルカから返事がない、何かあったのか。外の状況もわからない、どうするべきか。ちょっと。蘇生してくれたのは嬉しいんだけど、状況を説明しなさいよ。強化された用務がすぐ近くにいるんだ。今はレミフラたちが抑えてくれてるが。なるほどね、ついに居場所がバレたか。ソフィア、あなた大丈夫、相当疲れてるみたいだけど。すみません、思うように動けなくて、ミネとの同化もできなくなってしまいました。君も鬼神も無理をしすぎだ。特に君は人間なんだ。大きな力を扱う体に合ってないんだよ。しかし、ソフィア、無理すんな、結界は私たちだけで十分だ。パチュリーさん、聞こえますか？私たちです。一旦バリアを解除してください。悟りからよ、一度解除するわ。わかったわ。レミフラさん、行きますよ。すみません、ありがとうございます。わ。ちょっと、大丈夫ですか？ニトリさん、ヨウムさんはしばらく動けません。今なら移動が可能ですよ。移動か、確かに居場所がバレてる以上、ずっとここには。ユウカの息がないわ、死んじゃってる。まずいな、結界で防ごうにも。ニトリ、移動するにしても、負傷者が休まる場所はあるの、人数ももっと増えるわよ。わかってる、私の研究所には、もう治療カプセルはない。永遠帝も鬼神と霊夢の治療で忙しい。どうだった？本人に特に変化はありません。能力の暴走でもないかと。内容は伝えられた通りでした。記憶に関するものです。データと照らし合わせた方がいいかと思います。わかった。しかし研究所でなければ無理だ。ここも長くはいられないし。それともう一つ、思考神側で何か問題があるそうです。大妖精さんにも関わりが。一体何なんだ。なぜこうもいきなり。私、ユウカを寝室へ運ぶわ。そうだな、レミフラ、お前も寝室に。私はいい、ユウカを頼む。わかった。無理すんなよ、アリス、一緒に運ぶぜ。ありがとう。どうしますか、動けるものに限りが。今はこのままだ。どちらにしても、大妖精たちが戻らなければ動けない。ヤクモランの力も必要だ。はっきり言って、もしヨウムが動き出したら終わりよ。さっきのバリアにほとんど魔力を使ってしまったわ。悟り、さっきの技でヨウムの様子を見てくれ。見るだけなら、力はそこまで必要とせんだろ。わかりました。見つけました。闇の中で休んでるみたいですね。幻影の効果も切れていますし、落ち着けばすぐに動き出しますよ。わかった、すまない。ニトリ、ジェノバは裏で動いてる。どこに隠れてもすぐに見つかるだろう。パチュリーが言ったように、ヨウムが動き出せば終わりだ。まだ私たちがいますよ、ゼミフラ様。サクヤさん、サナエさん。さっきアリスから聞いたわ、もし移動するなら任せなさい。それとニトリ、モリアの神々と、ここはとこ石も目が覚めてるわ、コアも動けそうよ。そうか、よかった。ここあの力に頼るほかないかもしれないな。皆さん。ヨウムさんが動き出しました。まったく、ムカつく奴らだ。どいつもこいつも私の邪魔を。ニトリ、どうするの？移動するならすぐにでも。仕方がない。一度研究所へ移動だ。おい、お前たち。隙間や時を止めて逃げようとしても無駄だぞ。動きを見せた瞬間切り裂く。動きを読まれていますね。まずいですよ。まあ、逃げなくても消し去るけどな。うん。一応聞くか、何しに来たんだ？あなたを止めるためですよ。数分くらいは時間稼ぎできます。数秒の間違いだろ。お前ごと吹き飛ばしてやる。お得意の奇跡に頼ってみるんだな。ふっふっふっふ。じゃあな。
誰だ。ふふふ、これで二度目かしら。お前、あなたも懲りないわね。私のヨウムちゃんに手を出そうだなんて。あの時の痛みをもう一度味合わせてあげるわ。闇と混ざったのは失敗だったわね。待て、ホーリージャッジメント。かっこいい。ヨウムさん、ナイスタイミングですよ、お二人とも。どうした？ミミコさんが一撃で倒しました。何？そうか、うまくやったようだな。だけど、すぐに復活するんじゃ。その心配はいらないようです。ジェノバは闇と共に消滅しました。エゴンジュもおそらく消えたでしょう。ルーニアの闇ごと消えたか。それではルーニアの能力が。それは大丈夫なはずよ。能力は人の強い思いに宿るもの。たとえ消えてしまっても、その思いを忘れていなければ、いつかはまた戻るわ。忘れていなければ、きっとね。お師匠様、どうですか？何かわかりましたか？ウイルスの正体はわかったわ。だけど解毒薬を作るのが難しそうね。どんなウイルスなんですか、それ？そうね、ゾンビ状態とでも言いましょうか。体の中の細菌を全て支配してる感じ。だから回復魔法の効果が逆転されるんですか？このウイルスのせいで、体に影響されるものは全て、強力な拒絶反応を起こす。それが治療薬や毒物でも同じ、体が耐えきれず死に至る、毒には毒をとはいかないみたいね。それじゃあ解毒薬を作っても無理ってことですか？現段階ではね、だけど救う方法はあるわ。どうするんですか？それは、一度死ぬことよ。死ねば細菌が死滅し、元の状態に戻るわ。生きてる状態で死滅させる方法は、今のところはない。それじゃあ、安楽死させて、大妖精に生き返らせてもらうんですか？いえ、その方法は絶対にやらないわ。私は医者よ、彼女に全て任せてしまったら、私が存在してる意味がない。私のプライドもある。信用してくれてるみんなにも悪いしね。絶対に諦めないわ。そうですね。まあ、状況が状況だから、ギリギリまではって感じだけどね。やれるだけやってみるわ。必ず解毒薬を完成させましょう。ニトリさんに連絡しといてくれるかしら。進捗を伝えてほしいわ。わかりました。仮死状態にしても無理そうね。細菌を全て変えるしか。大妖精さんが積み食いになったような状態、あれを再現できれば。だけどそれは、死んだ人間の中に入り込んでるのと同じ。そういえば昔、細菌ロボットができれば、誰も病気にならずに済むとか、ニトリさんが言ってたわね。こういう状況も予想してたのかしら。少し怖いわ。まだ全て試したわけじゃない。急がなければ。資料のチェックと、確認終わりました。ご苦労様です。どうでしたか、魂の数に変化は？正直、あの異変以降ですと、結構な人数に変化が。生き返ったものと、その寿命はどうなっていますか？それが、幻想郷のものは、ほとんど寿命が尽きています。神々の中で例外はいますが。それは、幻獣や神々が関わったことで起きた変化ですか？いえ、本来尽きるべき寿命です。関わったことで生きてる状況ですね。これは生き返る前の寿命ですが、生き返った後は、常に寿命が尽きている状態。こんなの初めてですよ。人が蘇る、それがありえないことですから、仕方がありません。逆に言えば、いつでも死ねる運命ってことですね。それと、なぜかはわかりませんが、人間界でも2名、生き返っています。人間界で、一体誰ですか？それが、ロロと、その妹の耳ですね。ロロとは、確かあなたが担当した人間ですよね。なぜ関係ないものが。わかりませんが、いざよい昨夜と小悪魔が関わっていましたし、何かしらあったのかもしれません。しかし彼とその妹の寿命は変化はなかったはずです。三頭身の一人とはいえ、記憶を失い力もなかった。影響もないはず。確かに寿命通り死んでましたね。その運命は間違っていません。その二人の寿命はどうなっていますか？尽きている状態ですか？あれ、寿命が増えてる。なんで？こんなのありえないですよ。小町、なんであれ、ずっとこのままの状態は非常にまずいです。このまま放置し続けると、冥界の妃が動き出してしまいます。なんとかしなければ。ですが、幻獣や神々が関わっていてはどうすることも。そうですね、確かに難しいですが、考えるしかありませんね。そんな無茶な。あ、そうだ英気様、冥界の警備についてなんですけど。能力を使える者がいる以上、特別な対応をすべきかと。魂同士の喧嘩で、消されてしまう可能性も。今のところですが、さっき冥界入りしたチルノだけが使用できる状態です。わかりました、彼女を呼んでください。特別な場所をご用意します。また死人が増えましたね。お前らもか、下は一体どうなってるんだ。一発で吹き飛ぶとは思わなかったよ。しかもその後魂を消されるとこだったし。チルノちゃんも死んでたんだね。並んでた時は気づかなかったよ。
防御する暇もなかったからね。やっぱあの吸血鬼はおかしい。そういえば、魂ごと吹き飛ばすって言ってなかった？私はそのつもりだったんだけどね。破壊神がギリギリ残したみたい。あの臆病者ね。フラン。魂ごと消すなんて絶対にダメよ。私が許さないわ。そうですよ。魂まで消えてしまえば、もうどうすることも。気持ちはわかるが、命を落とす程度にしておけ。魔皇さんの感覚もずれてますよ。フラン、いいわね。二度とそんなことしないでちょうだい。あなたがいなくなったら、私。ごめんなさい。レミリア、フランの気持ちも考えてよ。レミリアのためにフランは。もし、大妖精が同じことをしたら、あなたは嬉しいの。敵討ちだからって、自分の命を犠牲にして。そうだね、生きていてほしいと思うよ。あたいたちが間違ってた、ごめんよ。二人が無事ならそれでいいわ。それにフラン、あなたの覚悟と戦う意志は素晴らしいわ。さすが私の妹ね。私たちって死んでるんだよな。そこは今突っ込まない方向で。それで、下はどうなってるのかしら。レミフラが解放してくれたから、多分あとはカグヤとジェノバだけだ。他のみんなはどうなってるかはわからない。チルノさん。あ、エイキとコマチ、どうしたのさ。最悪な状況に備え、あなたには特別の処置を取らせていただきます。処置って何さ。あなたを、冥府の眉に閉じ込めます。永遠に。どういうことだよ。ルカさん、もう少しですからね。なんなの？あれ？よし、ある程度の人数は揃ったな。これからの戦闘に備え、情報と戦術を伝える。これが最終決戦になる。心して聞いてくれ。先ほど、稲葉邸から連絡が入った。ジェノバによる特殊な状態異常とやらは、体に変化をもたらすものは全て体に害をなす。その影響が大きければ大きいほど、死ぬリスクが高くなるものだ。一度死ねば解除されるらしいが、大妖精の力をできれば使いたくない。必ずジェノバの技は避けることを意識してくれ。ちょっと待ってくれ。それってつまりは治療法がないってことだろ。受けたら死ぬまでそのままか。今のところはだ、ヤオコロエイリンが必ず解除する方法を見つける。彼女を信じよう。マジかよ、そんな相手にどうやって接近すんだ。それで、相手はジェノバとカグヤだけよね。どうするつもりなの？今のところジェノバが動きを見せない。何か企んでいるのは確かだが、お互いに時間を与えている状況だ。女神ソフィアはもう戦えない。その他は時期に目が覚める。つまり全員目が覚めたら、一気に奇襲をかけるってこと？そうだ、できれば研究所にいる星熊ユウギ、そして霊夢と鬼神の感知も待ちたい。かぐやはフランドールのおかげで、力に乱れができている。あまり時間を与えると元に戻るだろう。時が来れば、君とココア、そして何名かで仕留めてもらいたい。わかったわ、能力勝負と行こうじゃない。私はどうすればいいですか？女神ソフィアとの同化、それが一番理想的だが、それができないほど弱っている。人間の彼女には負担が大きすぎるんだ。これ以上は命に関わる。すまないが人の子供だ。命に関わる戦場に、私の勝手な判断で決められない。彼女に憎まれても困る。責任逃れのような言い方で悪いが、君の意志に任せる。もし戦う時は、いつでも逃げれる体制で動いてくれ。それじゃあ私と一緒に行動しましょうか。こう見えてソフィアさんとは最初の親友関係ですから、命を懸けて守りますよ。待ちなさいよ。私も親友なんだ。お前にだけに任せてられねえぜ。そうよ、何抜け駆けしようとしてんのよ。すみません、私、親友の上位互換の親友なので。ふざけんなクソピーマン。みんなでサポートしろや。そして、一番気をつけなければならないことだが、エボンジュの力で操られること、かなりの広範囲の動きを止め、そして宿る、触れることもできない技だ。次はないぞ。逃げるか自害するしか方法はない。そして一番気をつけなければならないのがジェノバの規制。唯一の対策として残魔塔があったが、それはもう使えない。コンパク用具は闇と混ざったことで奇跡的に助かっただけだ。最上級有効、さっき見せてもらった剣だが、あれは闇に有効なだけで、その他の効果はないな。一応闇相手でなくてもかなり強力らしいわ。ヨウムちゃんが目覚めたら渡すつもりだけど、ジェノバ相手じゃ確かにただの強力な剣ね。わかった、分裂は避けたいが、状況によりけりだな。それじゃあすまないが、私たちは一度研究所へ戻る。少し用事があるんでね、君たちは休んでいてくれ。なんだ、なんでキメイマルたちも行くんだ？ヤクモゆかりに用があるんだ。それと彼は戦闘できない。気にするな、すぐに戻る。それじゃあ行こうか。よし、隙間に入れ。ついに動き出すか。結果で全て決まりますね。全世界の運命が。何ですか、パチュリー様、お話というのは。その。もしかして、お嬢様と妹様が、亡くなられたことですか？知ってたの。はい、それもアリスから聞きました。ここはにも伝えてあります。そう、よく我慢したわね。いえ。失
下に降りる前に、たくさん泣いておきましたので、正直、今にも胸が張り裂けそうです。すみません、戦いが終わるまで泣かないって約束したのに。いいのよ、ここは、我慢させちゃってごめんね。あなたは、あなたも耐える必要はないわ、誰のために我慢しているの。今泣きたいなら泣きなさい。いえ、私はさっきたくさん泣きましたから。そんなんで抑えられる感情じゃないでしょ、さっきも胸が張り裂けそうって言ってたじゃない。誰よりも辛いはずよ、違う。違います。違いますよ、パチュリー様。もしかしてあなた、メイリンのことを言ってるの。あはははははは。あんたらお互いに思いすぎよ。ごめん、私もメイリンに、あんたの前では泣かないようにって言っちゃってたもんで。レミーはフランの前で泣かないし、コアもココアの前では、ふふふ。みんな、考えることが一緒なのよ、ばっかみたい。それだけ私たちの絆が深いってことよね。昨夜、ココア、大丈夫よ。今は辛くて悲しくてさ、異変ばっかで絶望的だけど、なんとかなりそうな気がしてきたわ。あなたたちが羨ましいわ、打ち明けられる相手がいるんだもの。パチュリー様、私に打ち明けてもいいですよ。なんなら泣いてもいいです。私の胸をお貸ししますよ。あんたに触れると力抜けるから嫌よ。違いですよ、私の意思じゃないんですよ。それじゃあパチュリー様、私はいかがですか。あんたのパッド硬いのよね。パッドじゃありませんよ、本物です。誰かに任せる、ではなくお前たちに、だったな。メイリン、皆が誰かを思い、お互いに支え合っている。それは信頼関係を築いていなければできない。お前もその一人だ。だが、お前は人より優しい分、怒りを知らない。怒ればお前の中に眠る力が解放される。お前と鬼神には近いものを感じる。そうだ、あの六神のカオスのような、優しさゆえに無意識に溜め込んでしまう。強い怒りがな。あとは機械が全て自動で照合する。かなりの時間を費やすが、気にせず眠ってくれ。わかりました。安心しな、脳に余計な情報を与えないように、すぐに眠れるようにしてある。あ、本当だ、眠たくなってきました。どのくらいの時間がかかるんですか？平行世界も増え続けているだろう。1週間以上はかかる、2週間前後か、1ヶ月とかかな。要は、わからないってことですか？その通りだ、その間に世界が崩壊してなければいいだな。戦闘する気分でもないだろう、外で待ってるといい。いえ、私はここで鬼名丸を見守ってます。わかった、後で椅子を持ってくるよ。私は研究所を離れるからね。ありがとうございます。さて、あとは役もゆかりたちに伝えて。おい、どうしたんだ。ゆかり様や遊戯、レイヤも河川も、みんないないぞ。なんだと。まさか。ソフィアもそうだが、レイムたちが心配だな。エイリンに任せるしかないわね。よかった、無事だったのね。よし、ルカを運ぶぜ。ニトリさんはどこですか？ニトリなら研究所よ、すぐに戻ると思うわ。急いで呼んできてください。どうしたんだよ。ジェノバが、星の生命を吸収してるんです。このままでは星が滅んでしまいますよ。闇と共に消滅するのは予想外だったが、まあいい、こちらは生命の力で完全体となる。おい、お前。これは懐かしい。お前たちに殺された記憶は、まだ残っているぞ。しかし、お前は知らないな、お前は誰だ。元、白霊の巫女よ。